それとですね、JCB ホール大会のですね、大森選手の相手が決まりました。あ、写真はですね。ですね、名前がイボテンっていう男です。イボテン。カタカナでイボテンと書いてます。で、これが実はですね、フィンランドの FCF の選手です。でなんかあのスターバックに無断で勝手に応募してきたみたいです。なんかですね、120キロあるらしいんですよ。なんかこう、まあ言ってみれば FCF の無鉄砲野郎っていうかですね、なんか総帥、スターバック総帥はジシカやユーコンセルカばっかり可愛がって俺をあんまり可愛がってくれないから、これじゃいつまで経っても日本に行けるかわからないんで、俺は総帥に無断でトライアウトに応募するって言って応募してきました。で、まあアメリカとかです、アメリカとカナダとですね、あと、アイルランドと、あと、ドイツからちょっと4人ぐらい残ってたんですよ。大森さんの相手どれにしようかなっていう。けどやっぱりこの中で一番そのイボテンがでっかいってことで120キロなんですって。怪獣みたいなんです。見たらなんかね、モヒカン狩りってあるじゃないですか。あれじゃなくてこっち側横だけ残したやつ、逆モヒカンです。なんですよ、その写真送られてきた写真はね。今現在どうかわかんないけど、なんかね、地底怪獣、なんかモグラみたいな体型してて、イボテン。で、これが大森さんのトライアウトの相手です。第0試合で大森高尾対イボテン、ワールドトライアウトマッチです。それとですね、ポール・トレイジーから昨日メールが来まして、皆さんの資料にもこう挟み込まれてあるんですけれども、まあこういうことです。オーメンやディミトリーなどというヨーロッパでも特に品のない2人と意味のない戯れをしたスマッシュの諸君、ご機嫌いかがでしょうか。スターバックの天敵をブッキングして差し上げるという私の申し出を却下したことによる騒乱、遠いアイルランドから楽しく眺めさせていただいております。これぞまさしく自業自得、世の騒乱こそ我が快楽。この際あなた方がさらに混乱する情報を一つ提供させていただきましょう。スターバックの天敵であるマイケル・コバックが2010年11月21日 PM4 時10分日本に到着いたします。今現在ヨーロッパのプロレス界はその話題で持ちきりです。さらなる混乱が巻き起こることを。ポール・トレイジー、スターバックの天敵であるマイケル・コバックが2010年11月21日 PM4 時10分 JCB の前日に日本に来るそうです。当然 JCB ホールに来ることでしょう。何をしに来るか不明です。怖い。これはなんかご質問ございますでしょうか。コバックの、まあその日本に来るという狙いの一つは、多分そのメインイベントで田尻さんとスターバックが FCF チャンピオンシップで戦うっていうのがあると思うんですけれども、はい、まあこれをそれを見に来るのは間違いないと思うんですけれども、で狙いは何なのかですよね。問題はそれは誰にも分からないことだって、あえてこの書かないのがいやらしいですね。このボルトレジーというとこは、これ自分がブッキングしてお金もらおうと思ってたけどそれ断られたからね、僕らに恨みが出るんですよこいつ。本当はウィリアム・リーガルといいね、なんかこうイギリス系ってのはこういういやらしいやつが多いっていうか、本当プリンス・デビッドだけですよ、いいやつは。何かご質問ございますか。マイケル・コバックってどんな人なんだろう。なんかつまりあれですよね、天敵チョイスした時にスカだったあいつですよ。写真しか見たことないから全然わかんないな。JCB 大会の方に来た場合は、はい、会場内に入れるという。まあ入れたいですねだけどいやもうこれはやっぱやっぱりこう何が起きるかわからないからこそ面白いショーになるわけであって、これはもうみんなで並んでお待ちいたしておりましたっていうぐらい歓迎した方がいいんじゃないですかね、こういうやつは。コバックがだから JCB ホールにやってきたら、リングに上がってもらいます。試合をするのかなんかわからないけれども、とにかくリングに上げます。一回せっかく来たんだから皆さんに見てもらう。これはリングに上げます。マイケル・コバックがもし本当にやってきたら、コバック選手というのはベルギー、はい、はい、ベルギーっていう触れ込みなんですよね。
なんか、まだ、あの詳しい情報あるわけじゃないですけど、なんかベルギーの人でみたいではある。うん、まあベルギーってことですよね。うん、なんかね、僕ちょっといろいろあの調べたんですけど、なんかオーストリアっていう説もあるんですよね。ベルギーなのかオーストリアなのか。前あの送られてきた資料があんま詳しくなくて、それにはなんかベルギーでなんかプロレスをこう学んでいったみたいなこと書いてあるんですけど、なんかね、あのそれぐらいヨーロッパってのは情報がないですね。うん、なんかそうオーストリアっていう情報もあるみたいな話も聞いてですね、よくわからないですけど、うん、現時点で、まあ、その狙いがわからないという部分もあると思うんですけども、はい、まあ、スターバックの天敵っていうからにはスターバックと対立する勢力になるんでしょうか。どうなんでしょうかね。けどまあ自然界においてこう天敵っていうのは対立し合っているようでいて共存共栄みたいなところもあるじゃないですか。一周ぐるっと回ってだからわからないですよねそれは、うん、でやっぱりあの僕も外国に長いこといたからわかるんですけど、やっぱりね、外人は外人同士くっつくんですよ最後は、うん、だからまあね、まあいやこいつらがくっつくかどうか僕知らないですよ。だけどなんかちょっとそういうところもあるから、果たしてなんかこの日本まで来て本当に一体何をしようとしてるのかなっていうのが非常に気になるところでして、場合によってはその対ヨーロッパっていう部分でその対立するヨーロッパの勢力がさらに拡大する恐れもあるっていう、うん、今のは偉いことじゃないですかそんなこと思ったら。だけれども、なんかこうね、何かどんどん事件で起きるのはワクワクすることだから、とにかくマイケル・コバックが本当に JCB ホールまで足を運んできたらリングには上げます。これは確約します。メインの試合で自分も試合をさせろみたいなことを急遽要求してきたらどういうふうに？それはちょっと断りますね、僕は。それは断りますね。いやー、まあ天敵って噂が独り立ち歩きしてるだけで、実際本当にその何の天敵なのか、本当にこうそれほど強いのかどうかはね、わからないですからまだ、いやもしかしたらリングの上で天敵じゃなくて私生活において何かの部分で天敵の可能性だってひょっとしたらあるわけで、これは冗談ですけど、まあ、なんかとりあえず一応マイケル・コバックベルギーということで今まで、情報公開してましたけど、なんかオーストラリアっていう説もあって、とにかく本人が来ればその辺もはっきりすると思います、まだそれぐらいマイケル・コバックに関する情報はあやふやです、全てが。ただスターバックの天敵らしいっていう噂だけです、この情報が氾濫している時代においてこれだけわからないっていうのも、うん、非常にこう幻想がかきたてられるっていうかですね。ご点もよろしくお願いいたします。